どうもこんにちは、とっかくんです。本日はこちらどどん陸上自衛隊の大砲撃ってて耳大丈夫なの、僕らはね、こう知っちゃってるからこう一周して気がつかない部分。こんな質問がね、耳大丈夫なの？うるさくないんですかみたいな、この素朴な質問。あんまり詳しくない方は、確かにこっからですよね。とてつもない音はしますからね。うるさいですからね。地面ずれるもんね。もうババーンってなるもんね。ほんと太鼓、なんかなんだろう、衝撃波のような。くるくる衝撃波。あれは大気が揺れてるもんね。まあ大砲、まあ銃にしかり、まあ大砲にしかり、戦車にしかりですよ。はいはい。あんなどでかい音、ドッカーンっていう中にいますからね。言ったら。結論から申し上げますとですね、耳栓使っておりますよ。耳栓だからね、大丈夫。ご用意しました。これこれ。これ、このオレンジ色のなんかこうふにゃふにゃしたやつがね、これが一番、まあいろんなタイプあるけど、これが一番ベターなやつだよね。こうね、こうブニョブニョしてるんですよ。これね、耳栓よく使う方ね、知ってると思う。これブニョブニョして、こうギュッとして細いうちに耳の中に突っ込んで、耳の中でちょっとずつこう膨らんで、まあ密着すると。これをですね、まあ射撃の際は入れて、まあ大砲なり、銃なり撃つと。だってね、総会のね、何百メーター離れた距離でも、もう、わーってお客さんがね。そうギャッ何回撃つの分かってても、撃てってなってね、バンギャーってなるからね、総会園でもみんな。すげえんだから音。な。衝撃波だよね。衝撃がドドーンってくるもんね。あれはね、ほんとすごいですよ。耳栓ないとやばいですよ。ただ、撃ってる側からしたらですよ、やっぱこういろんな作業してさ、この膨らむタイプってさ、外にずれてくるときあるじゃん。あるあるある。このよっぽどこう密着させて奥に突っ込んでこう膨らんだときはいいんですけど、なんかね、こう入り口しかさはまってなかったときちょっとずれてくるの分かってんだよ、俺の中では。あ、やばいやばいと思いながらも「素早く挿入」みたいなこと言って「やばい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 打ち方よやばい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 321バッキャー!」漫画頭さんみたいなあったよ実際。外れんだろこれ。外れるってこう変な感じになりながらね。でもさ、けっぱちもかぶってるしさ、みんな見てるしさ、できない、なんもできないっつって、はい、撮影やして、はい、スカウトなんじゃねーし、外れます、じゃーい、自分死ぬカウントダウンが始まってるから、そしてそれ気が引くの俺だ、自分でも、じゃーい、3、引いたら終わりだ、3。にでもポロポロって落ちてさ、このなんか襟のあたりにさ、こう入ってんだよ。ああ、落ちてる。3、2、1、バッキャー。それやだな。マジで。自分でね。もう耳破壊されるのは分かってるけど、自分の手で引かなきゃいけないっていうこの恐怖ね。それ結局耳どうだったの？なんとか大丈夫。キーンってなるぐらい。そう、キーンってなるぐらい。さすがにそんなね、細かい破れない。そうまではいかないけど。パンして。あとね、もちろんですけど、本当にギャーとは言ってないから。その緊張感でさ、そんなことはできない。班長に向かって。班長あれだもんね、多分耳栓が落ちたの見えたとしても、止めないだろうな。止めない。一切止めないの。号令通り行く。それ予定通り。2個落ちてる。いや、2個落ちてるもん。何の迷いもない。結構あるよね、落ちることね。あるある、全然。当たるから。そう。耳で鉄板。いや、まあ、しょうがない。耳栓悪いわけ。このメーカーさん悪いわけじゃない。俺らが動くからだけどね。そういうの想定してないから。そう。触れんなよと。触れんなよと。ただまあさ、音のうるささの順で言ったら、やっぱりその小銃は比較的は小さめっちゃ小さめかもしれないけど。でも、やっぱ近くで撃ってると、うるさいなってな。やばいよね。で、大砲もやばいじゃない。でもさ、戦車がやばいな。やばいな。総会園でもやったり。総会園でね、見たことある人分かると思うんですけどね、戦車、桁違いにうるさいっすわ。やばいな。あれ、砲身の厚さなのか、射撃の速度が桁違いにやっぱ直接標準じゃん。だからなのかな、多分ね。僕の。中の人は、やばいに取れたら。あー、でもさ、中は多分さ、作業量的にはさ、自動装填でしょ、まだ。グッて戻せるタイミングがあるの。ただまあそれにしくじったらグッて直そうと思ってポロッとして「あ撃てーバッキャー!」しかも心の準備もできない1秒だから。いやまああんなうるせえの静かなわけねえだろって思うけど、意外にも静かだったかもしれないからね。めっちゃ静かかもしれない。今撃ったみたいな。まあ可能性すんげえ低いけどね、今と今は。バッ撃ちました不発って言います？どうします？出てるのに。いや、そんなね、そんな高級車みたいなね、静音性あったらいいですけど。リムジンみたいな。プスン。発射しました。今、自由がな。それだったらいい。自衛隊員は耳栓をしているから大丈夫でございます。ただ、外れることもありますので、我慢してます。ということです。奥に入れてね。はい。頑張ってね、奥に入れております。はい。本日はこれまで。それじゃあまた。